はい、おはようございます。皆さんで、今回はね、まだ無課金アカウントの動画です。で、今日は何が特別というか、これですね、衝撃レア召喚、神召喚キャンペーン、ダイヤ3個で召喚。まあ、もちろん欲しいですね。やりたくなるんですね。だから、クエスト、ここまでやったんですよ。はい。ベヨルクの、ここまでやったんです。この前は、確かに、セルグラッドだったっけ、最後には。で、これも、最近の動画で全部やったんですね。まあ、とりあえず、ダイヤ22個貯めました。で、まだあるんですよ。これです。ここからなんですけど、どこが見える？あ、これ、フレンド紹介からダイヤがもらえる。10人まで。これ3回目ですね。まだ7回もあるんです。なので、まだ、第35個ぐらいはまだあるんです。で、とりあえず、全部取ります。で、ダイヤが37になります。これが無課金カウントです。はい。じゃあ、やりますか。星7が欲しいんです。全部星7なんですけど、まだ持てないのは結構あるので、多分、同じユニットを出るのは低いと思います、このカウントで。持ってるユニットが出るのは結構低いんです。率は。じゃあ、やりますか。12回まで召喚できる。全部使います。1回目。一番欲しいっていうか、どこにないんですけど、いいやつ出てください。ファダル。まあ、いいや。初めてのファダル、このカウントで、ロード。OK。オラクル祭じゃなかったら OK です。ファダルはそんなには使わないんですけど、メインアカウントで。2回目です。絶対に虹だから虹パンチとかないんです。お、これがロア。だっけ？新しいユニットのロアです。ブレイカー。はい。これまた面白いユニットなんです。いいね、このカウントで。リラスキルが、ラガーみたいなんですけど、スパックダメージの方がプラス50%で、HP 攻撃力プラス30%です。スパックの時に、ビビゲージがそうか。これ、すごいな。3回目です。カノン。持ってます。今回は、アニマノは持ってます。ロード。2回目は、育ってないかもしれない。4回目だな。ああ、このレア召喚いいね。お、また新しいユニットです。グリフだっけ、名前は。名前は、グリフです。アニマで、あ、ブレイカー。まあ、いいや。ブレイカーでも大丈夫です。無課金カウントだから文句は言わない。何のタイプでも受け取ります。5回目だな。何でもいい、いいユニット出して。お、アイリス。また新しいユニットです。なんですよ。タイプは？ロード。OK。受け取ります。これすごく使えるユニットだと思います。新しいユニットも3体だったんですよ。6回目だな。これいいんだよな。運がいいんです。うわ、何でもいい。いいユニット出して。お、
このタンドレディアナ。よし。無課金な感じですよ。アニム。ああ。メネカウントと同じオラクルですか。まあいいや。文句は言わない。課金なカウントだってな。育てます。7回目だな。いいユニット出して。なんでもいい。お、到底2。はい、このカウントで到底2か。どうぞ。はい。頼もしいな。アリーナに使います。いいユニット出して。同じ。さっきと同じ到底2。これ嫌ですね。で、タイプは、ロードよりマシなタイプが欲しい。同じロードなんですけど。あと4回。これで9回目だな。いいユニット出して。お。キーラ、持ってます。このカウント。まあ、育てたんですけど、同じロードだったっけ。10回目だな。クリームかけのカウントですよ。お、来るとこのカウントで。頼もしい。あとはクレアだな。タイプは、ガーディアン。OK。はい。あと2回です。結構いいユニットだったんですね。まあ、失わないユニットはね、ほとんどいいユニットばっかりなんですね。いいのを出して、おぐろ、オッケー。まあ、このカウントは、持ってないんだな。持ってるか。持ってる。覚えてない。ブレイカー。確かめてみますか。これから。おぐろは持ってるのかな。いいのを出して、最後なので、またキラ。まあいいや。ブレイカー、今回。文句は言わない。これで見れるんだな。なんだっけ？あ、おぐろ。おぐろは持ってない。持ってないんです。おー、いいね。じゃあ、いいやつは、ロア、グリフ、アイリス、リアナ、トテツ。クルト、おぐろ。7体。12回引いて、7回。新しいやつで使えるのは。ファダルはもう、いいかな。面白い。まあ、状態上はこれは持ってるから、もう、ファダルはいらないかもな。はい。これいいね。すごくいいんです。これリーダースキル使える。これもリーダースキル使える。おう。素晴らしい。さすが神レア召喚。で、あと残り。これがあと7回だな。はい。まあ、この ID を入れてみてください。お願いします。まあ、あと7人なんですけど。はい。35、このダイヤか。ということで、あと12連ぐらいはできるんです。この課金のカウントで。うわぁ、これすごく素晴らしいキャンペーンなんですよ。はいはい。レア召喚1回分じゃないんですよ。2回っていうか。もう、もうちょっと。まあ、今は3個だけだから。はい。まあ、とりあえず、ここまでかな。結構、運が良かったからさ。12連で、
しいユニット3体。これ、いいんじゃないですか。先のロアは結構使えるユニットだと思います。多分ラガよりどうしようかな。ダメージ的にはラガの方がいいと思いますが、バランス考えるとさっきのロアがいいと思います。まあ、はい、今回の動画はここまでです。この負け金のカウントが、やっとね、もっと死ななが手に入れたんです。嬉しい。はい。不死ありがとうございます。また見てね。バイバイ。アニマ。パンチ。アニマ全然出てなかったんですけど。